お母さん？現場からお伝えします。本日正午過ぎ、岐阜県山中の県道で女性の遺体が発見されました。年齢は70歳から90歳で、身長は150センチ前後。警察の発表では殺害された後に遺棄されたとの見解で、被害者の身元を現在確認中。おかえり、夏美。どうして決まってるでしょ。仕方ないでしょ。このままだと私たち一家がひなみ沢の人間だってご近所にも知られてしまうしね。夏美だっておばあちゃんの気候のせいでみんなから変な目で見られるのは嫌でしょ。おばあちゃんが見つかっちゃったら、もう今までの生活には戻れないのよ。だから、絶対に発見できないところに隠さなきゃ。ね。どういうことなのかしらね、夏美。私なんで見つかったのかって聞いてるんだけど。知らない。私が知るわけな。知らないはずはないでしょう。みんなで捨てに行ったじゃない。忘れたとは言わせないわよ。お母さん。だけど家族の中に裏切り者がいた、そういうことじゃないの？違うの？わざと道端からでもわかるように、すぐに見つかるような場所におばあちゃんを置いた人がいた。そういうことでしょ？夏美！私じゃない。私、本当に知らない。本当に何も知らない。しらばっくれるな。あんたじゃなければ一体誰だっていうのよ。あんた以外に誰がやるっていうの。答えてみなさい。さあじゃあお父さん。私、ちゃんとやったでしょ？そうだよね？やめなさい！また甘えた声でお父さん、お父さんって。人に頼ればいいとでも思ってるの？いい加減にしなさい！お父さんがそんなことをするはずがないでしょうが。家族を窮地に追い込むような、そんなバカなこと、あんた以外に誰がするっていうのよ。ねえ。どうなの？ああ。夏美、わかる？思い出して。これは全部、あなたが一人でやったことなの。おばあちゃんを殺して、山に捨てに行った。だから、夏美？あれは全部、夏美が一人でやったことなの。そうよね。そうだったじゃない？だから、悪いのは、あなた一人。でしょ？どうして？嘘だよ！だって、私が学校から帰ったら、お母さんがもう、おばあちゃんを。違うわ。思い出しなさい。あなたがおばあちゃんを殺したのよ。家族はお互いかばい合うもの。そうでしょ？そうよね。それなら、あなたも家族をかばわなくちゃね。もしも家族に累が及ぶようなことになったら、その時は夏美、あなたが家族全員の代表として警察に出頭するの。あなた一人で家族を裏切った罰として、家族のために犠牲になってもらうわ。どうして？夏美？バカなことをしたのはあなたなの。せっかく田舎の沖宮を出て、念願のマイホームを手に入れて、ここでみんなが楽しく暮らしていたのに、私たちは幸せに暮らしていたのに。おばあちゃんが死んで、あなたも内心は喜んでいたじゃないの。私に感謝したでしょ？それをどうしてあなたはぶち壊しにするの？なんてバカな親不孝者なの！春子、お前なたは邪魔しないでちょうだい。家族を裏切る悪い子は、もちろん、社会から罰せられます。警察から、ねえ！でも、社会より先に、家庭が悪い子を罰しなければなりません。教育は、学校と社会と家庭の3つの場で行うべきものでしょう。やめなさい、春子。私なんだよ。あそこに、あれを置き直したのは。ですって。それはどういうこと？すまない。だけど春子に夏美、お前たちに辛い思いはさせない。私が全て引き受ける。今ならまだ間に合うはずだ。お父さんは警察に行くよ。警察？怒らないでくれ。大丈夫だよ。私が一人でやったことにすればいいだろう。春子も夏美も無関係だ。お前たちは関係ないんだ。な、それならいいだろう。お父さん。かわいそうに。こんなひどい目に遭わせてごめんな、夏美。お父さん、そんな。私はただ幸せでいられたらそれでよかっただけなのに。夏美、大丈夫だから。お父さんもずっと考えていたんだよ。どうしたらいいか。元通りに家族揃って幸せに暮らすにはどうしたらいいのか、ずっと考えていたんだ。でもお父さんはどんどん悪くなる現実を前にしながら何も行動を起こすことができなかった。勇気がなかったんだ。おばあちゃんのことはお父さんの責任でもあるんだよ。お父さんがしっかりしていなかったからあんなことに。お父さん。おばあちゃんの遺体を分かりやすい場所に置いたのはお父さんの独断だ。それにお母さんにはちゃんと今から説明して分かってもらう。今度こそ勇気を出してお父さんが家族を守る番なんだ。自分の背中を押してもらうためにわざと見つかる場所に置いたんだよ。あなた。大丈夫だよ夏美。これからはもう大丈夫。お父さんは逃げたりしないから。春子、分かってくれるよな。私は自首して罪を償ってくる。もちろんお前たちは知らぬ存ぜぬで通せばいい。そうして私が罪を償って帰ってきたらまた家族みんなで仲良く幸せに暮らそう。もうおしまいね。お母さん。春子、このままでは絶対に私たちは幸せになんかなりゃしないんだ。分かってくれ。人には言えないような、両親に反するような後ろめたい秘密を隠し持ったままでは人は絶対に幸せにはなれないんだよ。なあ、夏美もそう思うだろう。お父さん。夏美、大丈夫。あとはお父さんに任せなさい。お父さん。いいんだ夏美。大丈夫だよ夏美。あとはお父さんに任せなさい。お前と春子は元通りいつも通りに生活すればそれで。お父さんが悪いのよ。お父さんが全て悪い。私は悪くない。全部お父さんのせいなの。せっかくうまくいってたのに。邪魔者は消えて、せっかく全部元通りになろうとしてたのに。そんなみんなが悪いの。みんなが協力してくれないから悪いの。お社様のたたりだと騒いだり、死体をわざわざ見つかるようなところに捨てたりして、みんなが、家族が私の邪魔をするの。みんな私の家族が悪いのよ。私たちは家族だったのに。人に褒められたの。綺麗な髪だって、肌が白くて羨ましいって、ご近所の人が私を褒めてくれるの。新しいワンピースを着れば綺麗な服だと褒めてくれ、髪を切れば似合うねって気づいてくれる。おしゃれの話に花が咲いて、毎日が楽しくて、こんな素敵な場所で家族揃って仲良く暮らしていけるなんて、夢が叶ったと思った。こんな生活ずっと夢に見ていたのよ。前の町ではそんなことはなかったの。ここに来て初めて夢が叶ったの。私なんかいなくてもよかった。私は君吉家の人、それだけ。それは私でも私じゃなくても誰でもよかった。誰も私のことなんか見てくれなかった。でもこの町は違う。ここには私の居場所があるの。私はここでずっと幸せに暮らしていたかったの。それなのに。お母さんが勝手なことをして私の生活をぶち壊しにした。あの人が勝手なことをして私の邪魔をした。警察に自首？笑い話もいい加減にしてほしいわ。警察に私の幸せの何が分かるっていうのよ。みんな敵よ。敵敵敵。家族の誰も幸せになろうなんて努力しなかった。誰も手を汚そうとしないから私がやってあげたの。それを何よ、感謝の言葉一つ口にできやしない恩知らずばっかり。おばあちゃんが死んでよかったって思ったでしょ。ほっとしたでしょ。おばあちゃんがおかしなことをやったせいで気味の悪いおまじないを唱えたりまじないの儀式をやらかしたりしてご近所から変な目で見られてみんな嫌な思いをしたじゃないの。あ、私は何よ。どうしてよ。それを私が殺してやったんじゃないの。なのになんでみんな協力しないのよ。なんで私を元の生活に戻らせてくれないの？夏美、あんたはどうなの？あんたも敵？何を。あんたも敵よね、私の幸せを邪魔する子。許さない。あんたも敵なんだ。夏美、逃げなくていいのよ。夏美、夏美は、私が嫌いなんだよね。おばあちゃんを殺した私を、憎んでるんだよね。だから、私が幸せになるのが許せない。そうでしょ？お母さん、何でも分かっちゃうんだからでもね、夏美、お母さんもね、そんなあんたが大嫌いだったのよ。あんたなんか大嫌い、大嫌い。ごめんなさい。夏美、もういいのよ。一瞬で楽になるから。怖くない。痛くない。ほんの一瞬だから。君吉。どうしたんだ君吉。君吉。おい、君吉。どうした大丈夫か。あら、夏美。そこにいたの。探したわよ。やめて。誰も殺さないで。余計な時に首を突っ込んでくるからよ。だから話しなさい、夏美。話せ。やだ。もうやめて。もうやめて。お母さんにはもう誰も殺させない。夏美！夏美、いい加減にしなさい。もう嫌だ。やめてよ、お母さん。やめて、やめて、やめて。あっ、めんなさい。ご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 めんなさい。